越冬を終えたコアクチョウがシベリアに向けて飛び立ちます。仲間がいなくなり一人ぼっちになったコアクチョウ、二度目の春を迎えます。川島町と坂戸市を流れるオッペ川、入間川、荒川と合流して東京湾に注ぎます。11月中旬、シベリアから4000キロの長旅を終え、120羽ほどのコハクチョウが8ヶ月ぶりに戻ってきました。昨年の2月、近くの水田で餌をついばんでいたところ、突然飼い犬に襲われ、翼をかばいながらやっとのことでオッペ川のねぐらに戻ってきました。折った傷はあまりにも深く、ついに左の翼が取れて飛べなくなりました。オッペ川のわずかな水草を食べてけなげに生きるコハクチョウを目の当たりにして、何としても命だけは救ってやりたいと有志が集まって交代で世話を始めて1年が経ちます。その一人、コハクチョウの世話をする渡辺さん、3時半頃かな、その時に真っ赤になって帰ってきたんです。それでしばらく経ってからもう羽がなくなっちゃったんですよねもうこれ一匹が飛びまして、これがもう羽が全然ないんです。まるきりないでしょこれ。それで落っこっちゃうんです。近くで農業を営む根岸さん、仲間と同じ餌を食べさせたいと自家製の玄米を優しく声をかけて与えます。食べろ。他のカムに食べられないように深いところで餌を投げてますから、潜って食べてます。飛来した時にはですね、もう体でこう喜んでましたね。首をこう上げてね。だからよっぽど嬉しいんでしょうね。今年の3月末にこう旋回して帰るときは見たくないですね。またそうすると9ヶ月も会えないわけですから。子供たちは寝ていても親は必ずそのグループで起きて見てますから、他のグループがちょっかいするは親が徹底的に責めますんでね。絆ですかね、一言で言うとね。北極海に面したシベリアのコリマ川流域はコハクチョウの繁殖地です。5月から6月にかけて産卵すると、1月ほどでヒナが生まれ、3月ほどで親鳥とほぼ同じ大きさに成長します。北風が吹き始める10月頃、群れをなして日本に向けて旅立ちます。11月中旬にオッペ川にやってきます。翼を広げ餌を求めて飛び立ちます。近くの水田で落ち穂などをたっぷり食べた後、日が傾きかける頃にねぐらに戻ってきます。写真歴40年の井上さん、怪我したコハクチョウに餌を与え世話をすることについて話します。やらなかったら傷ついた鳥っていうのは死んでしまいますよね。死なしたくないですね。私もね、餌持ってきてたら多分やると思うんですよね。やっぱり可愛がってやらないとダメですよね。守ってやらないとね。だから餌はやっぱりやった方がいいと思うんですよ。大空を飛ぶことができるコハクチョウに餌を与えることの是非が問われる中、
飛べなくなったコハクチョウにとって水中の水草は十分な量とは言えません。一定量の餌を与え世話することはやむを得ない選択肢ではないでしょうか。ほぼ毎日怪我したコハクチョウの世話をする大鹿さん。ついに1羽になっちゃった時に、まあ餓死しちゃうだろうということで、まあやり始めたんですよね。白鳥1日に食べる量っていうのが大体250から300グラムぐらい、この要するにこのくらいですね。水草とかね、そういうのを食べるはずなんだけども、見てると多分ここはあんまりないと思うんですよ。動物園近く、この周りの動物園とかね、それからあと役場にも電話したりして、なんかなんとか保護できないかっつって言ったんですけど、やはりなかなか難しいみたいですね。白鳥の平地として知れ渡り、大勢が見物にやってきます。これからこっち来て。あ、これ、いろんな黒いのは、子供なんだよ。ダムしないから、こっち来て見せて。やっぱり違うね。頑張れ頑張れ、涙出てくる。頑張れ頑張れ。いや、みんながシベリアに帰るときね、帰れないことがすごい悔しいでしょうね。またみんなが帰ってくるのを待ってたし、みんなもきっと気にしながら帰ってきたんでしょうね。2月下旬、首を上下に振り、甲高い声を上げて一斉にシベリアに向けて旅立ちました。突然羽繕いと水浴びを始めたかと思うと、仲間を追うように右の翼を大きく広げ、ありったけの力で飛び立とうとするコハクチョウ。仲間の付き添いも虚しく、力尽きてしまいました。数日後、旅立った仲間が戻ってきました。しばらく寄り添った後、別れを惜しむように大皿を旋回しながら再びシベリアに向けて飛び去っていきました。翼をつけて大空を飛んでほしいと思わず口ずさむ孫の後ろ姿。秋に仲間と再会できる時までたくましく生きてほしいと祈っています。